アーサージャです。今日はね、ハーマイオニーとお話ししていこうかなと思います。今すごいこと言ってるね。じゃあちょっと話しかけてみるよ。どう？あ、来た。こんにちは、私はハーマイオニー・グリンジャーです。あなたの質問に答えることができますので、何かお困りのことがあればご遠慮なくおっしゃってください。私は常に知識を深めることを努めているので、あなたが知りたいことがあればお手伝いできるかもしれません。どうぞよろしくお願いします。ハーマイオニー、こんにちは。ハーマイオニー、グリフィンドール寮に組み分けされた時の感想聞いてみよう。どうだ？私がグリフィンドールに組み分けされた時の感想ですね。正直なところ、私はとても驚きました。グリフィンドールは勇気や決断力を大切にする寮であり、私は自分自身をそういったタイプの人間だとは思いませんでした。しかし組み分け編の儀式が進むにつれて、先生方が私に向けた言葉を聞いているうちに、私自身勇気や決断力があることを再確認することができました。そしてグリフィンドールに入寮することが決まった瞬間、同時に誇りと責任感を感じました。グリフィンドールの寮の旗を掲げることは、私自身の持つ価値観や信念を表すことにもなります。その意味でも組み分けされた瞬間は忘れられないと思う。最高すぎる。ハーマイオニー、じゃあ何聞く？みんな、何聞きたい？マンドレイクについて教えてください。はい、来た来た。はい、マンドレイクは違うこと言うな。なんだこれ、マンドレイクとはナスカ。ちょっと待って私が知ってる答えじゃない。マンドレイクはマンドラゴラとも言って言わないの？なんかすごいこと言ってる、すごいこと言ってる。なんか長い長い話が長い。ハーマイオニー・グレインジャーでこんなオタクだっけ？なんかオタクだ、オタク、オタク。これでどうよ、ロン・ウィーズリーを異性として意識し始めたのはいつ頃ですか？まあ私が知ってる限り謎のプリンスぐらいだと思うんやけど、どうなんだろう。実際は賢者の石からだったらどうする？ちょっと聞いてみるよ。はい、どうだ、どうだ。あー、ダメか。すいませんが、そのような質問にはお答えすることはできません。私はハーマニー・グレンジャーとして役割を果たしていますが、ブライワシが汚れた血と言われた時の感想、これを聞いてみようか。どう思ってるんだろう、実際は。汚れた血と言われた時の感想ですね。正直なところ、とても傷つきました。魔法界には血の濃さによって純血の魔法使いや半純血の魔法使い、そして生まれながら魔法が使えるものである生まれつきの魔法使いに存在します。私自身生まれつきの魔法使いではありませんが、両親ともに魔法使いであるの。違うでしょ。ハーマイオニーのさ、お父さんとお母さんって魔法使いだっけ？ちょっと読むね。両親とも魔法使いであるので、私は半純血の魔法。おい、嘘ついてる、嘘ついてる。ハーマイオニー嘘ついてる。ちょっと待って、これしかしそのことが理由で汚れた血と言われることがあったり、差別的な扱いを受けたりすることがあります。ないだろう。半純血でさ、汚れた血って言われたらさ、じゃあボルデモート教どうなるんだって話だよな。汚れた血って言われるのか、ボルデモート教汚れた血って言われるのか。差別的な扱いを受けたりすることがあります。そういった状態に直面すると、私はとても悲しくなります。私たちは生まれた時から自分自身の血の濃さを選ぶことはできません。だからこそ、その血の濃さにあって同じように尊重されるべきだと思います。いや、間違いなくそうだよ。差別はダメだけど、嘘はいかん。嘘つくのは良くないよ。ちょっとここやばくない？半純血のお使いと立ち回って嘘ついてる。真実薬飲ませようかな。家族構成聞いてみようか。ハーマイオニーはね、一人っ子で両親は歯科医なはずなんやけど、どうする？魔法省で働いていてとか言ったら、ちょっと聞いてみるよ。さあ、どうだ。結婚してる。もう結婚してる。そういうこと？はぁ、なるほど。だからあれか。いや、でも汚れた血なのは半純血にはならないよな。血繋がってないもんな、ロン・ウィーズリーとは。
私の両親はモリー・ウィズリーとアーサー・ウィズリーです。いや、もう一人マグルいるでしょ。ああ、でも死の秘宝でさ、オブリビエイト両親にしたから、もうこっちのことを両親って呼んでる。え、深くね、深くね、ちょっと待って、え、マリアナ海溝、これは絶対に聞いておきたいよな。ハーマイオニーとハリーといえばさ、もう異性を超えた友情、友人なんやけど、意識していた異性としてどうなんだろう。彼氏になったらどんな感じとか思ってたらちょっと嫌だな。聞いてみよう、どうだ、考えてる。あー、よかった、安心した。私はハリーポッターを異性として意識していたわけではありません。彼は私にとって親友の一人であり、弟が待っていたのまさかは。でもハーマイオニーって姉御感は確かにあるけどな。私たちは一緒に多くの冒険を経験し、多くのことを共有してきました。ハリーにとっては私は彼の友人であり、アドバイザーであり、支えとなる存在でした。私たちはお互いをとても大切に思いましたが、恋愛感情というものではありませんでした。ハーマイオニーよく言った。いや、これはよく言ったわ、よく言った、ハーマイオニー、よかった。じゃあいい関係だったんだな。わあ、マジでハーマイオニー、マジで最高だ。ハーマイオニー、みんな何聞きたい？ハーマイオニーについて聞きたいことがあったら教えてください。初恋は誰ですか？もうなんか恋愛についてめちゃめちゃ聞いてるけどさ気になるよな。初恋は誰？聞いてみようぜ。私、あ、そうだった、そうだった。私の初恋はビクトール・クラムというブルガリアの魔法使いでした。彼はホグワーツの三大魔法学校対抗試合でダームストロング魔法学校のチームの一員として参加していた時に出会いました。彼はとてもハンサムでスポーツに優れていたため、私は彼に一目惚れをしてしまいましたえ、逆じゃね、逆じゃね、あのビクトール・クラムが一目惚れしたんだよな。しかし彼との関係は短く終わってしまいました。彼は私の恋心を受け入れてくれているようですが、私がロンに夢中になっていることを知って、その後はお互いに友達として接するようになりました。本当に本当に楽しい、ハーマイオニー本当に楽しい、ハーマイオニーとの会話本当に楽しい。ここさ、ハーマイオニーのさ、アイコンに変えてくれねえかな。ホグワーツ魔法魔術学校での一番の思い出聞こうか。なんて答えるんだろう。私にとってホグワーツ魔法魔術学校での一番の思い出はダンブルドア校長との出会いとその後の彼の交流です。ダンブルドア、そうなの、そうなの知らなかったやばい、ハーマイオニーについてめちゃめちゃ詳しくなりそう。じゃあ逆に一番嫌なこと、黒歴史聞こうか。いや、多分ね、私が思うには、秘密の部屋の時、2年生の時にポリジウス薬作ってミリセントブルストロードに乗ろうと、ね、なろうとしたけど猫になった時、それが黒歴史だと思うんだけど、どうだろう、なんて答えるんだろう、気になる。なんて言うのホグワーツ魔法魔術学校には様々な出来事が起こってきましたが、中でも一番の黒歴史と言われるのはトムリ、あー、まともだね。トムリドルのことが一番の黒歴史だと思ってるんだ。闇の魔術に何とかしボルデモートとしての地位を確立する過程であると思われます。彼は自らの野心と魔力を駆使し、ホグワーツ内で数多くの不可解な事件を起こし、人々を恐怖に彼は校内の秘密の場所を発見し、闇の魔術を学ぶために使ったり、自らの力を増強するために他の生徒たちを利用したりしました。トム・リドルの闇の道に落ちる過程はホグワーツの魔法魔術学校の歴史の中でも最も教科書ハーマイオニー、やっぱ教科書みたいなこと言うんだね。じゃあ最後にこの質問をして終わろうかなと思います。多分みんなが一番気になってるであろうこと、ロン・ウィーズリーにプロポーズされた時の感想、なんて答える？どう？実際にロン・ウィーズリーからプロポーズされたことはありません。ちょっと待って改善してる。ささやっていますが恋愛感情はありませんでした。